ついに EOS R の後継機発売か。はい、竹人です。ということで今日はですね、キヤノンのミラーレス一眼 EOS R の後継機が出そうですよという噂についてお話ししていこうと思います。私の今日の話面白いなと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最近ねちょっとアップルのネタが続きましたんで、今日はカメラのネタ入れていこうと思います。私はいつもねキヤノンのカメラを使って撮っているというのを普段私の動画見てくださっている方は知っていると思うんですが、普段私ですねこちら、はい、これ EOS RP というカメラですね。キヤノンのフルサイズミラーレス一眼になります。そして今撮っているこちらが EOS R ですね。今撮っている EOS R の方が上位機種で、今手に持っているこちら EOS RP が、まあ、どっちかっていうと入門モデルみたいな感じなんですよね。で今撮っているこの EOS R のですね後継機がいよいよ開発発表なのか発表がそろそろありそうだよというような感じになっているようなので、そちらについていろいろねお話ししていきます。でこの機種 EOS R なんですが、今回噂になっている機種は EOS R5 という名前になりそうで、 EOS R5 の下位モデルとして EOS R6 というのが出そうですというような噂がすごい今出てます。でこれキヤノンの一眼レフもそうだったんですけど、 EOS 5D それから EOS 6D っていうのがありましたんで、まあ、アルファベットの数字並び替えて同じような位置づけっていうのはなんとなく納得できるネーミング、まあ、過去の経緯を引きずってるようなネーミングということで、私はまあ分かりやすくていいかなと思ってるんですけど、なので今日はねこの EOS R の後継機能が先に出そうみたいな話もあって、まあ、あくまで噂レベルですからね、どうなるのか分からないんですけど、まあ、今私が興味あるとするならば EOS R5 の方に興味があるのでそちらの話になります。そしてセンサーが4500万画素の CMOS センサーという感じになりそうですよと。で今撮ってるこの EOS R はですね3030万画素なんですよね。これが4500万画素ということで、まあ、結構画素数は増えそうだよという感じ。そしてついにこれ待望の機能になると思うんですけど、ボディ内の手ブレ補正がついに入りましたということです。ボディ内で5段レンズが手ブレ補正、キックレンズをくっつけると7段から8段分の効果がありますよということみたい。だからこれはまあまあボディ内手ブレ補正が入るのはありがたいことですね、事実であれば。で気になるところで言うとですね、連写はメカシャッターで12コマ、電子シャッターで20コマということで、まあ結構早めですね。背面にスクロールホイールが搭載されますよということです。で、これ EOS R には付いてないんだよね、確か。で、EOS この R、RP には付いてないんですよ。スクロールホイールっていうのは。で、キヤノンの一眼レフにはずっと付いていて、すごいみんなから好評だったんだけど、ミラーレスにしたらそれをやめてしまったという経緯があるんですが、これが復活しそうですよってことですね。それから EOS R についてたマルチファンクションバーっていう、まあ MacBook Pro がついてるタッチバーみたいな、こう自分でスライドさせて、あの、いろいろいじったりできるよみたいなやつがあんまり機能として良くなかった、不評だったんですけど、それはどうも外しちゃうみたいというような感じになりそうです。そしてライブビュー、動画はこれまで一眼レフの EOS のように切り替えて使うことができますよということです。で、バッテリーは今までと同じ、LPE6 っていうようなものが使える。昔からのバッテリーがそのまま使えるというような可能性は高そうですよということが出てます。そして動画ですね。ここが僕が一番気になっているところなんですけど、動画、これあくまで噂レベルですからね。動画は 8K の30コマ、それから 4K の120コマ、そして 4K の60コマが撮れるようになりそうですということで、一気にこれね、動画機としてもかなりトップレベルまでバーンと上げてくるような感じだと思います。8K の30コマって、ソニーの α でも確か撮れないと思うので、α7R4 か。でも、撮れないので 8K は、うん、これはすごいなと思いますけど、まあ、ちょっと事実かどうかは分かんないけどね。で、まあ、一応バッテリーは新型になるけども、今までの EOS 5D Mark IV とかと同じ形状のもので使うこともできますよというようなことみたいです。そして発表がなんと今回今月末にですね CP プラスというものがありまして、その前に発表になるというような噂が立ってます。さらに細かい噂で言うと2月12日ですね、11日が祝日なんで次の水曜日に発表がありそうだよという噂まで明確に日付まで出てきちゃってるんで、結構信憑性高いんじゃないかなって実は思ってます。 Tラボチャンネルで、ただ出る発表されるのがこの CP プラスの前の2月12日なんですけど、発売は2020年の7月ということで、まあ、オリンピックあたりにぶつけてくるような感じですね。今回
EOS1DX Mark III っていうのは、今週末にでも発売になるんですよ。でこれはプロ向けのカメラなので、やっぱ半年前ぐらい発売しないと、それを買ってオリンピックでねガチの商売のプロの写真撮ろうと思ったら、やっぱ半年ぐらいこう慣れたりとか調整とかいろいろあると思うので、これの時期に発売しないとオリンピックで使えないですが、まあ基本この 5D とかっていうのはもちろんプロも使うんですけど、まあアマチュアもどっちかっていうと使うタイプで、スポーツ写真とか撮るんだったらやっぱり 1DX を使う人が多いのかなとか思ってたりするんですよね。連写早かったりするんで。なのでまあまあオリンピックに持っていける、オリンピックでも使えるというようなところを狙っているので、多分7月の僕は上旬とかに発売になったりするんじゃないかななんて思ってます。そして今までの EOS R、RP と大きく違うところだと、ついにデュアルスロットになるというような噂が立ってますね。でデュアルスロットって何なのっていうと、 SD カードなり何なり記憶媒体を挿すところが2枚あるっていうことですよね。でこれ使い方が2つあって、正副で同じものを取り続けるっていうパターンと、まあ、1枚目全部いっぱいになったら2枚目に取るっていうパターンとか、まあ、いろいろあったりするんですけど、基本プロの場合はやっぱり2枚差しにして、あの同じものを2枚取る、片方のもしねメモリーカードがぶっ壊れたとしても、もう1枚にはちゃんと取れてるというようなことを狙って、失敗できないために2枚に保存するというようなことがプロ機では結構好まれたりすると思います。で今回まあこのね EOS R、RP にはその2枚挿すってのはついてないんですけど、今回の EOS R5 にはどうもデュアルスロット2枚挿しができそうですよというような感じになっています。はい、ということで私今 EOS R、RP 使っているんですが、もちろん興味あります。僕がこの EOS R、EOS RP っていうのを買い替えて EOS R5 にするとするならば、 EOS R5 にどういう機能が欲しいのかというところちょっとお話ししていこうと思います。基本はこの EOS、 今使ってるこの EOS R よりも下がっちゃうのは困っちゃうんですよね。なのでそういうことにはならないとは思うんですけど、最低限僕は絶対に必要だなと思っているところ、まあベースとしては EOS R と同じぐらいの機能が欲しいんですけど、まあ絶対必要なもの一つ、バリアングル液晶がついていること。まあここは外してこないかなとは思うんですけど、今の EOS R もねバリアングルがついているからこういう感じで自撮りがパッとできますんで、やっぱバリアングル液晶がないと僕は困ってしまうので、これは必須です。そして次2個目。4K の動画がクロップされないこと。この EOS R も EOS RP も 4K を撮るとですね、キャノンのカメラはクロップ、要は拡大されている状態になってしまうんですよね。つまりセンサーの全画素の読み出しができなくて、4K のフルのところしか撮らないんで、まあもう残念ながら今使っているような広角レンズをくっつけてもですね、1.75 倍とかされちゃうんで、せっかく広角のレンズ、広く撮れるレンズを使ってもズームされてるような状態になってしまいます。で僕みたいに自撮りする人にとっては結構それって致命的で、せっかく高くてもね広角のレンズを買って、いい広角のレンズを買ってこう手で持ったりとかしてね自撮りできるようにしているにもかかわらず、 4K で撮ろうと思うと拡大されてしまうので、ちょっとそこ使いづらかったところではあるので、そこがまあ 4K がクロップされないっていうのは、これからね、まあ2、3年は使うであろうカメラとして考えると、絶対にクロップされないっていうのは重要なところかなと僕は思ってます。そして3個目なんですが、これはね、まあちょっとあったら嬉しいかなっていうレベルになってしまうのかもしれないんですけど、まあその SD カードか、まあわからないんですけど、書き込みができるところで内部記録、要するに外部のレコーダーとかにつながないでも、まあキャノンログでですね、422の10ビット記録ができるような形になっていると僕はめちゃくちゃ嬉しいです。はい、これ必須ではないんだけど、まあ、ついてるともう即買いレベルかなっていうようなものですね。私としては外部記録じゃなくて内部記録でやってくれるならば、非常にありがたい、これはねぜひともつけて売ってくれると、まあ、結構いい値段になりそうなんで後で話しますけど、ついててくれることを僕は願ってます。そして最後4個目ですね。今使ってる EOS R がですね、これが、レンズつけてない状態でバッテリーとSD カードをくっつけると 660g というようなスペックですってキャノンのホームページに書いてあるんですよ。なのでその 660g よりもあんまり重くならないというのが結構条件だったりします。旅行に行ってですね、この今使ってるレンズをくっつけて僕 EOS R で撮ったりするんですけど、こっからめちゃくちゃ重くなっちゃうとやっぱり使いづらい、片手でこうやってやったりとかね、あとジンバルに乗っけたりとかってするんですけど、そのジンバルの耐荷重に負けてしまうぐらい重くなってしまうと使うことができなくなってしまうので、あんまり重くならないっていうのは重要かと思います。さっき言った 660g のところが、まあ、800g ぐらいまで、本体だけで 800g ぐらいまでであったらまあまあ優秀かなというふうに思っているという感じでございます。 Tラボチャンネル。で最後、まあ、この、ね、EOS R5
出てくると、まあ、私としてはめちゃくちゃ興味ありますし、まあ、多分買い替える方向で考えるとは思うんですけど、その時に問題点というのもいくつかあると思っていて、そこをお話ししようと思います。まず一つ目、多分なんですけど、デュアルスロットでですね、このさっきのスペックが事実ならですよ、 8K の30コマが取れて 4K の120コマが取れるとかっていうところ、それからあと私がさっき言った Clog の 422の 10bit で録画とかっていう機能がついてくるとするならば、多分もうメモリーカードでは書き込みが間に合いません。多分なのでメモリー、書き込む部分の記憶媒体に関しては多分なんですけど、 CF エクスプレスカードという最新の CF カードの規格のものを使うことに多分なるだろうと思います。で、これは今週発売になります EOS One DX Mark III でもそれのデュアルスロットなんですよね。なので今回の EOS R5 も多分、CF カードになるんじゃないかな、 CF エクスプレスカードになるんじゃないかなと思います。これ、ね、高いんですよメモリーカードみたいに安くないんで、そこがね非常に悩みどころだったりするんですが、まあ、そんだけの、まあ、要するに 8K30コマ、 4K120コマ、 4K60コマってめちゃくちゃ容量食うんで、それが取れるようになるとか、さっきの Clog のね422の 10bit で記録、内部記録とかっていうと、それぐらいの速度出るような記録媒体じゃないとダメだと思うんで、この、まあ、今噂になってるスペックが正しいとするならば、多分僕の予想では CF エクスプレスカードになるだろうと思ってます。これ2万とか3万とかするんで、ちょっと悩んじゃうかな。まあ早期に買った人には CF エクスプレスカードプレゼントみたいなのキャノンをやりそうな僕は気がしてるんだけど、1枚その容量少なめのねやつ1枚プレゼントっていうキャンペーンを多分やるだろうなと勝手に僕は踏んでるんですけど、そこが結構問題にはなっちゃうかもしれないですね。はい、そして2つ目、値段です。値段がやっぱり結構いい値段になっちゃうだろうなと思ってます。今私が使っているこの EOS R が25、6万だったのかな、初値で。今見えてないんですけど、さっき持ってた EOS RP、 こちらが初値がね20万切るか切らないかみたいな感じだったと思うんですけど、多分今回の EOS R5、 ここは私の勝手な予想ですが、やっぱり40から45万っていうような感じになりそうかなと、なんとなく思っております。で、これはソニーの α7R4 とかと、まあ、ガチンコ勝負でそこと同じぐらいの値段だよっていうレンジだということを考えると、これぐらいの金額になりそうかなって思っておりまして、まあちょっと値段高いっちゃ高いんだけどね、それを、まあ、超える、僕の気持ちでそれをお金を超えるぐらいのいい機能、さっき言ったね、僕が今4個書きましたけど、この辺が搭載されてるんだったら、まあ、買いかなと思ってます。で、どうするのみたいなのは、僕じゃあどうしようか、買うか買わないかみたいな判断とか、どうやろうかみたいなところはですね、まあ、実際、もうあと3日4日ですね、2月の12日に本当に発表になるのか分かんないですけど、またね、EOS R5 の詳細な、スペックとか出てきたり、僕の感想があればお話をしていきたいなと思います。まずはね、その噂通り、ちゃんとその EOS R5 っていうのが発表になって、あと2、3日でね。で、僕が楽しみにしているのは今年も行きますんで、横浜で行われます CP プラス2020にも行きますので、そこで実機があって触れるとかね、もしくは展示ぐらいのでもいいんですけど、カタログもらえたりとか、ちょっとまあ本当はね、ハンズオンしたいんでね、持てると一番いいんだけど、やっぱ7月発売なんで、まだ出てこないかなとは思うんですけどね。持った感じ、重さとかがわかるんで。まあでも CP プラスの前にあえて発表するってことは CP プラスに出してくるんじゃないかっていう、ちょっとまあ裏の考え方をすればできるので。あとはね、EOS の R6 っていうのも出るみたいなので、こちらはどうも EOS R5 よりも後の発表になりそうですよ、みたいな。で、発売時期も同じかちょっと R6 の方が遅いみたいな話になっているので、まあ、だから EOS R、EOS RP、すげ替えでそういう感じになっていくのかなというふうに思っていたりするんですが、まあ、あくまでね、噂レベルですので、どうなっていくのかはちょっとまだわからないということで、まあ、EOS R5 楽しみに待っていきたいと思います。はい、ということで今日の私の話面白かったな、ためになったなと思ったら、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。